ここはどこだ？さっきから奇妙な建物が並んでいるが。おい姉ちゃん、ずいぶん変わった格好してるな。コスプレってやつか？重くねえのか？すまない、急いでいるので通してくれないだろうか。仲間を探しているのだ。そう言うなよ、道案内ならしてやるぜ。その代わりちょっと小遣いくれねえか？ふむ、悪くない話だが、あいにくと今手持ちがなくてな。だったらその鎧を売れば一発だぜ。よくできてやがんな。ああ、かなり手間がかかってやがる。これは高く売れそうだ。もしかしてどっかのお嬢様か？ほら、脱がすの手伝ってやるぜ。ついでに楽しませてくれてもいいけどね。楽します？それは私の肉体をもてあそび、恥ずかしめる目的で利用するとか、そういうことか？ね、な、ああ、まあ。いや、どっちかっていうと、まず金の方が重要なんだが。そうか。つまり金をあるだけむしり取った後、金目のものと称し、この鎧すら剥ぎ取り、その上で、まだ足りない、その体で払えるだけ払えと、そのように要求するわけだな。え？ああ、まあ、そうかな。なんということだ。このような知らない土地の裏路地で名も知らぬ男たちに恥ずかしめられてしまうとは。ね、いや、別にとりあえず有金を置いていってもらえればそれで。なんだこいつ、ちょっとヤバいやつなんじゃねえのか。やめとくか。ええ、そうですわね。やめておいた方が賢い選択と言えましょう。ですが、すでにここまでの言動で十分アウトですわよ。な、てめえは！ジャッジメントですの。強盗および恐喝の現行犯で拘束します。てめえ、うわ！消えた？一体どこに？うわあ！口ほどにもない相手でしたわね。すごい。あなた大丈夫ですの？怪我などはなさそうですわね。あまりこのような場所に入るのは感心しませんわよ。さっきみたいな暴漢に襲われかねませんの。助けてくれて感謝する。道に迷って困っていたところを絡まれてしまって。いざとなれば私にはこの剣があるが、むやみに振るうのは騎士としてはばかられるのでな。失礼、そちらの剣少々拝見させていただいても？ああ、構わない。ほうほう、模造刀ではございませんのね。しっかり刃がついて、人もたやすく切断できそうと。つまり、銃刀法違反ですわね。銃刀法？まったく、そんな堂々と剣を持ち歩くなどと。コスプレするにしても節度を持ってほしいものですわ。待て、私はダスティネス家のものだ。この剣は騎士の誇りにかけてやましいものではなく。言い訳は後でしていただきますの。さあ、さっさとこちらに来てくださいまし。待ってくれ。